僕がおもちゃを研究しているうち、いつの間にか父さん迷子。なんだ、いたいた、あの背広。あれ、ちょっと立派すぎ。あっちにいたいた、あの帽子。あれ、これはだいぶシャレすぎ。なんだ、いたいた、あの靴。あれれ、全然違う雰囲気。やっといたぞ、あのネクタイ。わあ、こりゃ参ったね。さて、どっちかな。あれあれ、どちらでもない。おい、坊主。降りたらそのまま待ってろよ。も
もうこれっきり会えないのかと思ったぞ。僕が見つけるから大丈夫さ。もう一度おもちゃ売り場へ行こう。僕はもう欲しいおもちゃ大体決めたよ。